はい、えー、皆さんこんにちは、えー、ステローサウンドオンライン、えー、YouTube チャンネルをご覧の皆様今日はですね、あのー、ハイビーの2023年夏号ですよね、えー、の6月発売の夏号の取材で、えー、ハイビー視聴室に来ております、えー、その目的はですねここにあります、えー、ルーミンのネットワークトランスポートおーの U2 という製品、えー、これの視聴にやってまいりました えー、ここにご覧いただきます通りですね、えー、ブラック仕上げと、えー、シルバー仕上げの2種類があります、えー、ともにブラックの方が少し高いんですかね、えー、ですがどちらも80万円台という、えーまあ、製品ですでこれはあの先ほど申し上げた通りトランスポートという仕様ですので、えー、DA コンバーター のセクションは入っておりません。えっ、ー、とお手持ちの、えー、ご自分の好きなリ、えー、DA、コンバーターとつないで、えー、まあネットワークを利を楽しむというまあそういう機会です、えー。ルーミンという会社ですが、これ2003年に。 えー、設立された会社で、えー、香港とロサンゼルスに、えー、拠点を持ってます。えー、っとピクセルマジックシステムズ社というところが持っている、えー、ブランドがこれがルーミンというブランドです。えー、っと昨年の秋ですかね、まあ、ルーミンの、えー、っと C.O. とそれから技術マーケティング担当の 3人に東京でインタビューしたことがあるんですがそもそも2003年設立当時はですねあのホームシアター関連の製品ユニバーサルプレイヤーだとかえっ、ー、といわゆるその映像の、えー、解像度向上解像度変換をするアップコンバーターみたいなものを使って最初は作ってたということですが、えーまあ、その2010年代の初めぐらいから 大きくネットワークオーディオの方にシフトして、えー、こういう、えー、トランスポートとか、まあ、ダックを内蔵したプレイヤーを、えー、たくさん、えー、開発しているメーカーです。えー、実はでですすね、つい先月なんですが、そこの…えー ルーミンの技術担当とマーケティング担当の方がですね、えー、香港からわざわざこの製品を持って我が家を訪ねてくれた、えー、ことがあったんですねで、その時にまたいろいろお話を聞きましたが今日改めてここでハ、えー、イビーの視聴室で、まあ、音を聞いてまあ大変感心した製品です、えー、実はですね僕この U2 のまあ全身モデルと言えばいいんですかねもっとコンパクトな U2 ミニという製品を、えー、実は自宅で使っ ってたんですねで、まあ、そんなこともあってルーミンの方たちがですねぜひじゃあご自宅で U2 ミニと比較するしてこの音をちょっと確認してほしいということで持ってきてくれたという経緯だったんですが、えーまあ、この U2 という製品、まあ、その U2 ミニとの比較で言いますとまず最大の違いはですね 電源回路にあります。いわゆるアナログのリニア電源を積んだ、えー、ネットワークトランスポートとしてはルーミー初の製品ということになります。それからまあ、ご覧いただいた通ご覧いただけばわかる通りですね。まあ、ルーミーの特徴的な、えー、フロントパネルをこう r 状に仕上げた。この筐体ボディですけど、u 積みになんかのアルミを折り曲げ加工しているものに比べると非常に堅固な。あ いえととすそれからあと機能面ではですねあのいわゆる光乱接続ができます SFP 端子これを新たに設けたということが、えー、大きな違いではないかなというふうに思います。ということでああのまあ、自宅でも聞きまあ今日ハイビーの視聴数でも聞きということなんですが、えー、やはりですねその 本格的なリニア電源回路が入ったということがおそらく一番大きい理由だと思うんですがこれまで以上に非常にです、ね、緻密で SN 感のいい非常にこう闊達というんですかね音のこうリズミカルな表現とか、まあ、そういうのが非常にうまい製品に仕上がっていると思います。特にハハイイイレレゾゾファイルのあの、まあハイレゾの良さっていうのは えー、ローレベルの,こあのきめ細かな静寂の音みたいなものをそれをですねこうディクレッションドし,していく音楽のこう表情をこうどれぐらい的確に表現できるかというところに「ハイレゾの大きな魅力があると思うんですが、えー、その辺の表現力が、ね、非常に、えーまあ、あのこれまで 僕が使っていた U2 ミニとは、まあ値段も違うから、まあそれ当然といえば当然かもしれませんが、そういう表現力がまあ一段と二段とあの向上してるなという感じがします、えー。まあそんなわけでですね、詳細な視聴リポートはあー6月発売のハイビー2023年夏号の方で、えー、まあ詳細な原稿を書こうと思ってますけども、あとね今日あの試してみて。 あこれちょっとすごいなと思ったのは、えー、この憂鬱、えー、新たに、まあ、新たでもないですね、まあ、プレイヤーではで、えー、に実装されてたんですけれども、えー、ルーンオンリーモードというモードをつ積んでまして、えー、これはまあちょっとあのソースアプリを開いて、まあ、ある手順で、えー、ルーンオンリーという、まあ、モードに切り替えると、まあ、それがあの。 まあそういうふうに動作がするようになるんですが、まあこのルーミンが、えー、彼らがまああの実装していますルーミンアプリというこれ非常に使いやすいアプリなんですが、もうそれは使えなくなるということで、えー、そのルーンだけで動くようなまあモードなんですけど、このね音質向上効果がすごくあります、えー。これはちょっと驚いたんですが。 えー、そんなわけでですねちょっと、まあ、あと SFP ポートを使って光乱接続してみるとかさまざ、あ、まにこう、えー、手をかけることで温室、まあ、向上の効果が非常に得られるような、まあ、そういう製品に仕上がっているという、えー、ことがあ、えー、よくわかりました。それからあとですねこれちょっと今後なかなかあ展開がちょっと読めないところがあるんですがまだ日本未上陸のタイダルという。 サブスクサービスがありますけども、まあ、そこが熱心にやっているのが、えー、MQA という、あのーえー、方式なんですけれども、えー、今日はですね同じルーミンの P1 という製品とちょっと組み合わせてみたんですけども、まあ、その組み合わせによって、えー、MQA をフルデコードできるということもできるという機能があるんですけど。 まあそれはそれでですね、まあ、大きな魅力のある音に変貌していたなということもちょっと付け加えておきたいというふうに思います。というわけで、あのーまあ、ちょっと先になりますけども6月発売のアイビー2023年夏号の方でまあ、かな、えー、インプレッションリポートをお届けしますのでぜひ、えー、お楽しみにお待ちいただければと思います。はい山本でした